ハモさん、ゴミリア、KSK チームと B 番、OK です。すいません、ハモさんのチームとコンソメ君のチームが連戦で B 番内です。お願いします。今日2大進行で良さそうだね。じゃあ A 番内遅れましたが、1回戦第2試合いきたいと思います。 1P 側、キョコン・ポチョムキンとアマネタンのおにんにんに飛びつきたいジャスティスと佐藤ジョニーです。対しまして 2P 側、キーシャファースト、AG フランジ、タックスリーダーチームは先方 AGF さんなんですね。まずはこのアマネタンのなんちゃらをとりあえずこの場から排除しないと、この名前を一生叫ばないといけないので、非常に厳しいものがありますね。さあ次元的にはジャスティスは非常にまあね評価は低いんですけども、まあね、先ほどのね、私のジョニー戦を見てもらえば分かると思うんですけど、まだいけるキャラかもしれないですよっていうね。さあしかしアンジもなかなかにいけてますので気をつけないといけない。さあどっか行ってしまって、さあジャンプ系からジャンハイ落とせず、ジャンプ系で空対空、このジャンプ系非常に強いですね。横に射程が非常に長いのでうまい感じで刺さっていきます。さあここでバーストガードされてしまって、空中コンボ芯で落としてジャンプ S ジャンディついでのダメージ。さあ巻いて、こいつはね一回ジャンプしてしまうと降りるまでにもう動けませんので、技を振るしかないと、こうガードボーイがね、飛べるね。で、空対空もされてしまうんで、まあ、頑張って降りてください。一斉降り、あれ落とすか？おー、かっこいい。あー、ちょっとだ、体力残ってるか。これはひどい。これでいいだろうみたいな。バタコー！あ、あのさ、座ってていいからさ、名前打ってよ。あ、一緒にじゃあ。またこもここ入るといい。よかったな、ここにアマネタンのなんちゃらとか書けなかった。いや書けないですよ、忙しいですもん。確かに巨根巨根大将に控えます。さあ AGF ラン対するは、サトゥージョニー。ジョニーもね、いろいろなコンボをね、サプとかいろんな人が研究してまして超伸びてるんですけども、通常コンボが難しすぎて俺はまだまだいいですね。しかし捉えてジャンプコーキー、ここでジャンハイで落とすことによって上コインを投げてからの攻めというね流れなんですけど、ここで失敗してしまったところ、立ち回りハイサラフュージもらって画面なし。これなんですよ、ディバインブレード。これぜひ皆さん使ってください、すげえ強いんでね、昇竜拳ですから。ただね、注意してほしいのはディバインブレードを発射した瞬間に無敵が切れるぞってことですね。どういうこっちゃいって。さあ画面安い。さあ上投げて風神、これ上コインね、お攻めに非常に強力です。画面端で投げればもう君も壁際のランチャーって名乗れますよ。まあしかし今回強いよ風神、今回も強いよ風神。さあこれガフしっかりフォルトで距離を離して、さあ差し込んでいきたいが、ゲージは 50%。 ジョニー側が何か仕掛けることは非常に簡単。うわ当たった、ジャンディ当たって、これはひどい、下蹴りしてます、見損ないました。ジョニーファンになりましたからね。はい、何もありません。おっと風神ガード、そしてコインからコイン投げてジャンハイで落として、さあしかしアンジは風神があるので今みたいに様子見もしないといけないというね、若干面倒くさいですけどもダウンが取れるだけありがたいと思いましょう。ジャンハイ当たらず、チャンエス刺さって金エス刺し合い、ハイスラ風神 FB リンからハイスラ風神画面端、ジャンハイで落として、これがいい感じで重なるんです。そして投げてパシピーかなと思ったら、ここは何もせず強気すぎる。さあ AJ さん何時か攻めて、あれ投げ無敵なんだっけ、さあ演出捉えて、さあ画面端風神カードポイント耐えて、有利フレームからハイスラ風神飛んできてますとは使いません。最初ラウンドにかけます。さあ開幕検証して、さあ端、まあ IP 対空、ここは微妙な位置だがジャンハイで落とすから、ああなるほど、
参考になりますありがとうございますまあね、私はあのパンピーなんでさあ、中央、これどうすんのかな。さあ、先ほど言ったように脅して、その風神ですね。怖い怖い。さあ、体力、パーフェクトのサクジョニーがしっかり処理して、うん、超処理。どうぞどうぞ、コインやっとけ、コイン投げとけねん。なーなんだって、かっこいいじゃん。ゲージなくなっちゃったけどね。すごい、すごい男だですね。どうすんの。アイビー、アッパーが刺さって、勝ったらサートジョニー。まあ俺だったら迷わずディバインブレード連打してましたね。だけどあんまうんちょうに夢見てもねいいことないんでね。さあ行きましょう。さあ中野時代からもう何百試合やってきたか分かりません。サクジョに対するはタクスレイヤー。うわーすごいの誘って、これは PSS、 はい、ディバインブレードで感性をつけて落とすことができます。ソルとかセイソルにもできますので、みんな使ってね。さあコンボは安くなってしまいましたが、しっかり落とす、殴るだけ殴って、さあタッチ K、 今回このタッチ K からのリターンが非常に高いので気をつけないといけないですね。死んじゃいますこれ。あ、死にませんけど死んじゃいます。あ、これはね、性格の悪さが出てますね。今のはないですよ。俺は迷わず助け遠戦下でした。さあ、直画。このアッパーハンチをね、直画できるかできないかで、こう、全然変わってきますので、皆さん頑張って直画しましょう。俺にはできません。さあ、見えない。表裏角。さあ、裏回ったが投げているのはジョニー。しかし、スイングできずに、しかしゲージがあればフォローが効きます。スレイヤーもコンボ安くなってしまいましたが、しっかりコンボをつないで、まあ、エリアルにさえ行かなければ今まで通りヘルっぽいですね。あ、こま、もうね、ウェブエントが知らんかなって感じでね、こう暴れていくのが一番いいんじゃないかな。さあ、ガードゲートが保ってそれが攻撃かねえとか、危ない。あー、捉えて、ここはバーストしよう。さあ、ここで吹っ飛ばされてどうすんの。これは厳しい状況。コインを投げて上コイン。さあ、ガードから出るか。これは我慢できなかった。勝っているのはサトゥジョニー。コインは、あ、書いてないですね。順番的に2たす2と5で、そこに2ですね。2、そこに2を書いて、その下に5ですね。ごめんなさい。で、残りの1、3です。違うな。1、2、3、4、3だ。3、5です。ごめんなさい。2と4のところが3と5です。ここが3と5になります。ごめんなさい。あ、すいません。試合の方は、キーシャファースト、サトゥージョニー、タックス。ファースト、マジ、無理っす。そうです。はい。さあ、行って立ち食いで済ませる優しい男。しかしその後はコインぐらいしか入らなかったので何かを考えていたんでしょう。さあ、ここで体力リードをサトゥー、ここは耐えたい、攻めている。崩れなければ問題ない。ファースト単発でダメージは済ませている。投げが決まってしまうと、これは勝負が決まったでしょう。エリアルコンボでサトゥジョン一本選手、サトゥ強すぎだろ。さあ、キーシャファースト、今日はクリフ3をね、討伐するためにわざわざこの風をね必死に直してここまで来たんです。こんなキャラに負けるわけにはいかないってねなるんですけども。さあ、中央落ち着いていきたい。しかしサトゥジョニーがゲージも貯めて一発の威力を上げていきます。あーと、これドリル足まで潰して、チームファーストはなんてことをしてくれたんだっていうクソみたいな思想が入って、上海までダメージを決めてもアイビー大工、あー、クリフに壊されてしまったんでしょうか。基本コンボができませんでした。そしてかすられて、これやばいぞ、これやばい。コイン2枚投げるんで汚い。あー、遠線が、あー、おー、ラッキー。あ、なんで一撃準備してんだあいつ、やべえ。
ノーディスプレイ強すぎるぜ。まあね、ああやって一撃準備することによって時間が稼ぎますんで、その間に押しつくんだっつってね。さあ投げて、これやばいっす、これかすられ、ああ頑張れ、動けるからね、ほら、あ佐藤の優しさ、あカスボックして、あさよなら、あーラキラキ、佐藤の優しさ2回目、いってーぐしゃぐしゃにされてますけど、あ終わった、そういうことだったらさ、トゥージャリーやっちゃいましたね。はめたいんですよね。なんかもう第一試合なんか本当に何だったのかっていう感じで終わってしまいましたね。じゃあ次枠いきまーす。中防新チームは負けトーナメント行きなので頑張ってください。では次枠からあれです、バタコアインマンノブ